もの442で予想しました。ゴールキーパー青木心、ディフェンスは4枚、右に青山、センターバック3試合ぶりのスタメン西岡が井原と初めてのセンターバックのコンビを組みます。左に田中純平、中盤深いところに下沢優太と今日スタートから江口亮馬、右に北村智也、左に東出颯太、ツートップは石津と南野晴美。3-4-2-1で予想しました。ゴールキーパー井岡、スリーバックは右から鈴木、増谷、飯泉、そして中盤深いところに福井誠と長谷川アーリアジャスールと予想しました。右に田中圭太、左にムンインジュ、2列目連続ゴールの期待がかかる牛の浜、そしてその隣に富樫雄太、一番前に重松健太郎。預ける富樫、青木心、今日も左手一本、素晴らしいセービング。ガイナーレ鳥取も素晴らしい攻めでした。宮崎のゴールキーパー青木が左手一本、その思いに応えたいと話しましたムン・インジュです。下沢、北村、勝負に行く、石津が開き直す、石津その向こう、南野吐き出したガイナーレ鳥取、そのままゴールネットを揺らすという場面でした。この浮かせたボール、この落ち着き、テクニック。牛の浜が今日も前で起点を作っています。ガイナーレ鳥取です。奪ったガイナーレ鳥取、正面フリックして正面だ、先制点ガイナーレ鳥取、見事な崩し、スローインからのリスタートでした。フリックしたところ詰めていた長谷川アーリアジャスール、このフリック反応して背番号33長谷川アーリアジャスール、今季初ゴールが先制点。つないでいくスルーパス、オフサイド、旗は上がらない、折り返す、宮崎にとっては厳しい形となりました。よくプレスをかけに行きました白のユニフォーム、スルーをして味方に預けようという鳥取のプレー。一昨年の鳥取戦でデビューして、同じく一昨年の鳥取戦で初ゴールの背番号に青山生きる、シュートに行ったのか、強いボールでした。こぼれればいつでも行くという位置に南のミドルシュート、遠い位置だ、東で詰めている、はいはい、ポートポート、こぼれるなら来いという位置に青山、高橋が動き直す、伸ばしてきた、柔らかいボールだ、落として北村、クロスバーわずかに上でした。体を入れて164センチ北村智也、よく詰めていきましたがわずかにクロスバーの上でした。南野が寄せていく、なんか高橋がポジション作って、シュートブロックには行って、ここではっきりクリアに行きたいところ、つないでいくガイナーレ鳥取、南野のプレスバック、送らせる松本のプレス、フリックして小澤、勝負に行く、かわす、まだチャンス残ってるグラウンダー、外開いて小川、スルーパス、シュートまでは許さないガイナーレ鳥取、素晴らしい戻り。85分へと向かいます。運んでいく、勝負に行く、
ートミートさせないキーパー青木のプレス。詰めていった背番号13高尾、簡単なシュートを打たせなかった。南野が左に流れています。試合終了のホイッスル。ガイナーレ鳥取アウェーで勝ち点3、監督交代から3試合負けなし。 J リーグ参入3年目、できたばかりの照明塔のもと第3夜テゲバジャーの宮崎ナイトゲームの勝ち点3は次の夜へお預けです。